なんかこう音楽をまず聴いてるとなんか景色が浮かんだり、なんかいろんな感情が動いたりすると思うんですけど、まあそういったものがやっぱ好きで、なんかそういうありっていろんなジャンルとかいろんな国のルーツがあったり、いろんな時代のものを本当練り歩いてってわけじゃないですけど、いろんな表現をしている中で、やっぱそういった僕が好きなアーティストとか好きな場所がみんななんか心の中でつながってる気がいつもしてて、そこに聴いてる人をなんとか連れて行きたいなと思って、死んでる人とかも音楽とか絵とか映画とかって残るじゃないですか。なんかで作り手もなんか何かをこう精神を削って作ろうとすると、なんか一瞬その自分が好きだったもう今この世にいないアーティストたちと同じ気持ちはこうなんじゃないかとか、なんかそれって天国の中で、あの本当に好きなバスキアもゴッホも坂本九だったり、いろんなアーティストが一堂にいる泉は一緒だなと思ってて、そういう意味でなんか天国も一周っていうのは、あ、そういうことだったんですね。でありってどんなジャンルかわからないって言われがちなんですけど、まあ、このアルバムを聴いてもらえば、そのありがわかるっていうその名詞というか、なんかもう本当最初のアルバムなのに遺作のつもりで作らせてもらいました。遺作のつもり、はい、ずっと日本で僕が感じてたのは、そのなんだろうな、点で音楽を受け取ってた感じがしたんですよ。けど年が進むにつれて音楽のことをちょっとだけ勉強していくと、なんかあのブルース、ジャズ、ソウル、ヒップホップ、ディスコとかがもうずっとつながってて、それがなんかおじいちゃんと孫の関係だったり、お父さんと子供の関係だったり、その中でみんながこう遊んでる感じというかコミュニケーションで、それはやっぱブラックカルチャーの憧れとして一番強くて、なんか俺も東京でそのアメリカとかじゃないけど、別に音楽はその国境を越えて参加できるものだから、悪いけど遊ばしてもらうよ俺もみたいな気持ちで、そういった意味ではリスペクトというか、そのカルチャーの返答、はい、そういったものは意識してありっていうバンド自体も結成しました。なるほど。結局ジャンルってなんかすごい後付けでつけていくものになりますし、どうしてもこの枠でこう囲っていくみたいなのが多い中で、結局ありもいろんな音楽をこうまあ聞く上でいいものだけをこうこれいいよなあれいいよなっていう風に持ってきて一つのパッケージで出してるみたいな、あのあんま深く考えずにそういうことやってるんですけど、聞く人が素直にあのかっけえなっていう、ちょっとなんか初期的なその若いなんて言いますかね、子供のように聞いてほしいなって思って作ってるかもしれないですね。しやっぱりこの、僕がブラジルのハーフで、ルフィさんはインドネシアのハーフで、あのそういう東南アジアのちょっとラテンを含んだリズムがちょっと得意だったり、リョウさんリョウさんでレコードをすごい掘ってて、僕もあのすごいレコードの話するんですけど、そういうあの育った環境とかルーツもあるんですけど、そういうのにやっぱ密接にリンクするんで、そういうとこではやっぱ広く幅広くいろんな音楽聴けてる環境にあるのかなって思いますね。なるほど。「Never Say Goodbye」って曲を去年ゴールデンカーブのタイミングで出させてもらったんですけど、まあその時にお互い子供も生まれて、やっぱ命をいかにこういかに死ぬかみたいなテーマだったんですけど、ゴールデンカムはそれっていかに生きるかと一緒だと思って、で幸い子供を授かって生まれたんで、そういうことのテーマは書かせてもらいましたけど、はい、あれはもうその親になんか別になんか興味なかったんだけど、ずっと親がレコード流れてたからそれでレコード好きになったとか、僕もまあその影響でそのレコードってそんなにいいのってなって、それでまあ星座からなんかいただいたレコードプレイヤーがあって、です一回聴いてみってなって、でそれでレコードも好きになって、ちょっとずつ集めててって感じですね。あ、じゃあお二人の影響だったんですか。そうですね、もともとレコード聴かなかったんですけど、
子供にも聞かせてんの？そう、今子供に聞かせて、めちゃくちゃそのレコード聴いてる時だけ泣き止むんですよ、その、まあ、サブスクでな、はい、流せる時は、まあ、携帯とかもずっと泣いてるんですけど、レコードどうやって泣くの？真似しない。はい、始まった始まった。確かにそのなんかちっちゃい頃に聴いてた音楽って、うん、そっから先聴く新しい音楽と全く違う聞こえ方するっていうのが、はいはい、めちゃくちゃありますよね、うん、どうしてもそのノスタルジーになるっていうのはエフェクトはね、その、うん、絶対に浮かぶ風景みたいなのがあったりすると思うんですよね、うん、その僕もおとんが乗ってた古いエスティマの助手席乗るのが好きで、そこで絶対流すのがマーヴィン・ゲイの罰ゴエロンだったんですけど、あ、ね、それの風景とかは聞くだけで一瞬でフラッシュバックして、その時の匂いとか、うん、この助手席のここの風とか、うん、めっちゃフラッシュバックする子供の、うん、そのなんか幼少期が蘇るんですけど、そういうのがこう繋がれていくのがやっぱいいですよね。音楽でね、そのお父さんと子供と、まあ環境でね、一つの部屋っていうか一緒に生きてるわけだからね。うん。